に輝くこのマーク、どんな時でもどんな場所でも平和のために光の国の掟のために、悪い奴らをやっつける、我らは科学特捜隊。耳をつんざくこの叫び、どんなやつでもどんなことでも平和のために、光の国の掟のために、立ち向かう我らは科学特捜隊。オイリス島調査団員の山田博士が島から持ち帰った食虫植物ミロガンダを大きくしようとしてガンマー線を当てた結果、そのミロガンダは巨大な緑の怪物グリーンモンスになって暴れ出した。そしてその緑の怪物グリーンモンスのために次々と調査団員が犠牲になっているのです。グリーンモンスはなぜ調査団員を狙うのか。生き残ったのはついに女性カメラマンの浜口節子一人となってしまった。警視庁から事件調査の依頼を受けた科学特捜隊の村松隊長らはすぐに浜口節子の家へ飛んだ。早田さん、 あなたの推論でいくと、その食虫植物とやらの怪物は必ず最後に私を求めにやってくる。ちょっとお嬢さん、ご心配なく。日本一頼りになる男、この私がついています。科学特捜隊はそのまま浜口節子のガードマンになった。そして何事もなく夜が明けた。はい、村松。こちら本部、異常ありませんか。異常なし。了解。井出隊員、応答せよ。井出隊員。こちらいで、あきこちゃん。空気はいいし、天気はいいし、異常はないんですか。ちゃ、異常なし。こちら嵐、別に異常なし。だがその時、嵐隊員のすぐ後ろから謎の怪物グリーンモンス。あっ、これやろ。全隊員に報告。嵐隊員の連絡がつきません。
だ、しっかりしろ。グリーンモンスはついにやられたのか。しかし岩本博士はスーパーガンの逆効果でますます強大になっていると発表した。皆さんの努力に水を差すようで申し訳ないんですが、緑の怪物はそのくらいの攻撃で参るでしょうか。しかし俺のスーパーガンの腕前は。分かってる分かってる、間違いないって言うんだろう。いや、むしろそのスーパーガンの逆効果でますます強大になって生きてるとも思えるんですが。岩本博士の発表通り、グリーンモンスは強大になり、東京の中心丸の内に現れた。はい、加藤大本部。何？丸の内で？了解。丸の内へ怪物が現れました。よし、出撃だ。嵐隊員はさっきの仕返しとばかり張り切って出撃した。しかし、グリーンモンスにはとても。そこで、早田隊員は誰もいないのを確かめ、パッとウルトラマンに変身、グリーンモンスめがけて突進した。そしてグリーンモンスとの激しい戦いが始まった。はっ、ウルトラマンキャップ。ウルトラマンを支える太陽エネルギーは次第に減っていく。胸のカラータイマーも青から黄色に変わった。もしカラータイマーが消えてしまったら、ウルトラマンは二度と再び立ち上がる力を失ってしまうのである。ウルトラマン頑張れ、残された時間はもうわずかだ。最後の力を振り絞って、強力な炎を吹き出し、グリーンモンスのクロロフィルの核を襲った。グリーンモンスは凄まじい勢いで燃え出した。炎の消えた後、グリーンモンスの影はなく、燃え残った植物の繊維があった。そしてウルトラマンは血を蹴ると一瞬にして姿を消していった。あ、ウルトラマンが。行こう。はい。あ、あれ、早田は？早田どこ行ったんだ。どこ行ったんだ。ウルトラマンはグリーンモンスの最後を確かめると、元の早田隊員に戻ったの。